皆さんこんにちは、チャンネライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。本日紹介するのはこちらでございます。魂ネーション2020開催記念商品 SH フィギュアス仮面ライダー01シャイニングホッパーでございます。仮面ライダー01最初のね強化形態となりましたシャイニングホッパー、こちらがね魂ネーション2020今年の11月の頭に開催されましたバーチャルイベントにてね先行販売された、限定商品でございます。ここでねまさかのシャイニングホッパー商品化ということで、先にシャイニングアサルトホッパーがね商品化されていたんで、シャイニングホッパー出ないのかな好きなのにと思ってたんで、今回商品化してくれて非常に嬉しかったです。ということでね、パッケージの方を紹介してから中身の方を確認していきたいなと思います。まずね、今回普通の SH フィギュアと違いますよね。パッケージこれはねハードスリーブとなっていて、魂ネーション2020を記念した特別なパッケージとなっているようです。まずその限定パッケージ確認していきたいなと思います。はい、ですね、まずシャイニングホッパーかっこよく映ってますね。魂ネーション2020、そして仮面ライダー01シャイニングホッパー、 SH フィギュアス01ドライバーだったり、シャイニングホッパーのマークだったり、シャイニングホッパーのプログライズキーのねこのマークしっかり映っております。で横は仮面ライダー01シャイニングホッパー、反対側も仮面ライダー01シャイニングホッパー、後ろは魂ネーション2020となっております。はい、こちらの方ね、ハードスリーブですのでこういう風に取り出すことができます。取り出すと、はい、いつものねあの SH フィギュアスの箱になりましたね。仮面ライダー01シャイニングホッパー、こちらのパッケージもかっこいいですね。シャイニングホッパーあとね秘伝インテリジェンス入っております。横も、いつも通りの SH フィギュアの箱になっております。01シャイニングホッパー、反対側もシャイニングホッパー、後ろも、このように、いつものような、サンプルポージングもついた、写真がちゃんとついております。オーソライズバスターの方はシャイニングアサルトホッパーまたはアサルトウルフの方についているということでね。はい、ということで、パッケージの方、全面確認の方できましたので、中身の方を開けてしっかり本体の方見ていきたいなと思います。仮面ライダーはいつだってどんな時だって君のそばにいる。お前を止められるのはただ一人、俺だ。はそしてこの俺もライダーファイト。大丈夫、この調子で頑張ろう。今日のお前に最適なネタはこれだ。この動画はチャンネルライダーヒロの提供でお送りします。はい、ということで中身の方を開けさせていただきました。内容物の確認です。まずはシャイニングホッパーの取扱説明書、そして本体でございます。おー、かっこいいですね。やっぱりシャイニングホッパーしっかり全体に再現されているようです。まず手首の確認していきましょう。初期装備でついているのは開き手ですね。そして次が握り手、左右ついております。で、次も、表情のついたやつですね。いつも01がしてるこの指を出してるこういうポーズですね。決めポーズの時にしてるポーズの手首ついております。次は、握り手、オーソライズバスターなどね持たすことができます。で、口番下にあるこちらの手首はちゃんとお前を止められるのはただ一人の時の指差しですよね。こちらもついております。そしてちょっと上に行きますと、こちら こんな手首あります。これは俺だってやってる時の手首です。はい。ね、こちらねを使うことでね、ポージングだけで、お前を止められるのはただ一人、そしてまた手首を突き替えれば、俺だまでができるんですよね。これはね、付属品非常に嬉しいですね。はい。ということで、手首一覧の方を紹介しましたので、中身の方を開けて、本体、しっかり見ていきたいなと思います。はい。ということで、シャイニングホッパー本体でございます。いやー、さすが01シリーズの SH フィギュアス抜かりないですね。シャイニングホッパーといえばこの複雑なね胸の模様、体中のねこのハニカム構造のようなね柄、これ体中しっかり再現されております。もうこの造形の凄さもいいんですがね、ゴールドのラインもしっかりね全身塗装されているんですよ。こんな細いところまで、さすが SH フィギュアーズですね。この辺に関しては
プロポーションも、01シリーズ、同様すごくよくできております。シャイニングホッパーなんか特にね、あんまりなんて言うんでしょう、アーマー感がない、こう素体感の強いフォームなんですが、スタイリングがいいの余計にわかりますよね。これだけね、ちょっと外装の少ないフォームだと。いや、シャイニングホッパー独特のね、このラインだったりもしっかり、成型色のイエローで再現されております。成型色と思えないぐらいとっても綺麗なイエローなんで、成型色一見聞こえが悪いようにも聞こえますが、とてもよくできております。問題ないです。マスクもね、この細かい黄色の部分もしっかりできてるんですよ。いいですね、綺麗ですね、マスクのクリアパーツ。シャイニングホッパープログライズキーも抜き差し可能です。はい、完璧ですね。で、フォルスターにはちゃんとライジングホッパーのプログライズキーも入っていますね。はい、ということでね、まず本体の方も紹介させていただきました。ということですので、今回もね、ポージング講座、またシャイニングホッパーのかっこいいポーズ3つ、紹介していきたいなと思います。まずは、シャイニングホッパーのポーズ。1つ目は、01の構えてる時のポージング、伝授していきたいなと思います。構えてる時のポーズですので、先ほど紹介した指を立ててるね、決めポーズの手首、こちらに変更して、ポージングつけていきたいなと思います。はい、ということでね、シャイニングホッパーのまずいつもの決め坊主、戦ってる時にするね、決め坊主、こちらの方再現させていただきました。このポージングをする時の、コツは基本的に足を限界までぐっと開く、01こういうポーズする時はすごく足を開いているんでね、足を開く際は、このままだとね、つっかえてしまいます。ただ SHP 圧は引き出すことができるので、引き出して上げてあげる。そうするとここまで奥まで行きますよね。そしてこういうポーズをとってあげる、こちらの方ね、うまく活用してみてください。そして、しっかりこう中腰、そして目線はちゃんと敵に向ける。すると、はい、見てください、かっこいいですよね。シャイニングホッパー、このようなねポージングを取ることができます。サウザーの時にも言いましたが、ちゃんと、フィギュアと目線をね合わせてポージングしてあげると、このようにかっこいいポージングが、取りやすいかなと思います。はい、ということで、2つ目のポージングいきたいと思います。2つ目は、お前を止められるのはただ一人のポーズに行きたいと思います。専用手首ありますので、そちらに、切り替えたいと思います。はい、ということでポージングの方完成しました。お前を止められるのはただ一人のポージングでございます。これももちろんコツは、ちゃんと人差し指と顔の位置をしっかり合わせてあげるということです。わかりますよね、指が向いている位置と目線しっかり合ってますよね。ちゃんと指を指してるねポージングなので、このように相手を見る、首のね可動をしっかり活かして、しっかり目線を合わせてあげるということを忘れないでください。この時足も、ただ立ってるんでもなく、しっかり立っている、こういう時はねあるとしっかりガッと立っているので、肩幅よりちょっと広いぐらいに足をね広げてあげて、立たせてみましょう。そうすると、はい、かっこいい角度と、こういう風に見たら角度かっこいいですよね。わかりますか。はい、こうするとかっこよくポージングをすることができます。ということなんでね、最後のポージングいきたいと思います。最後のポージングはもちろん、ここまで来たら俺だですよね。はい、じゃあ俺だやってみたいと思います。はい、ということでね、これはね、お前を止められるのはただ一人のところから、手首とあと右腕のねポージングを変えたのか、基本的に違うところなのではあるのですが、この時手首の可動をしっかり活かしてください。というのはね、手首の中にもちゃんとこのように可動しますよね。こういう風にしっかり、なので俺だってする時は限界までグイッと入れているはずなので、この手首をグイッと可動ギリギリまでしてあげて、こういう風に腕を曲げてあげると、俺だっていう風に飾ることができます。
ということなんでね、この3つ目の俺だのポーズのところは手首の可動をしっかり活かしてあげてください。せっかくね、素晴らしい可動域があるので、ポージングする際、それを最大限に活かすということを忘れないであげてください。はい、ということなので、本日のね、ポージング3選、しっかり紹介の方もできましたので、本日の動画はここまでにさせていただきたいなと思います。また、シャイニングホッパーのね、この SHP アーツの写真、チャンネルのヒロ公式 Twitter チャンヒロにて、写真の方ね、何枚か出させていただこうかなと思います。またね、公式 Twitter の方も確認の方お願いします。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオー。